こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。よく言ったと感じたことが起きた。河野防衛大臣が何で韓国の了解が必要なんですか？我が国の領土を防衛するのに？この言葉を聞いて、頼もしい防衛大臣とともに精力的に各自衛隊施設に視察を頻繁に行っている河野防衛大臣だ。やはり会社で社長が視察に来ると嬉しいものだが、自衛隊隊員も嬉しくもあり励みになるはずだ。では河野防衛大臣の発言や言葉など、イージス・アショア計画までも詳しく見ていきましょう。2020年6月、日本は導入を推進していた地上配備型ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの計画停止を決定し、その代替策として何を、どのように行うのかが焦点となってきている。異例とも言える河野防衛大臣からのイージス・アショア計画停止の発表は、様々な角度からの議論を呼んでいるが、軍事的な有用性の以外にも、どちらかといえば、政治的な立場からの意見も目立つ。それは、この問題が浮上し、その代替策をどうするのかという日本政府の動きの中で、ミサイル防衛用の迎撃ミサイルが使えないのなら、いっそ、敵のミサイル基地を攻撃する兵器を持つべきとの声があるからだろう。いわゆる敵基地への攻撃能力を日本が保有すべきか否かについては、憲法が規定する戦力に当たるため容認できないとする左寄りの立場と、自衛のためなら戦力には当たらないとする右寄りの立場に分かれる。いささか乱暴な分類ではあるが、基本の対立軸としては、このどちらかに大きく分けられると思え、多数の意見はあるものの、どちらもこれらを膨らまして肉付けしたものと考えて差し支えないだろう。前者の憲法違反にあたるので、敵基地への攻撃能力を実現する兵器は、持つべきではないという意見は、鶏が先か卵が先かの議論のように平行線をたどり、中身よりも兵器や軍を悪とみなす思想の領域と思える。よってどれだけそれを否定する側が説得のための言説を示そうとしても、相入れることは互いに不可能で、建設的で理にかなった議論をしようと思うことそのものが絵に描いた餅としか言いようがないだろう。そのためここでは、日本が憲法で禁じられているから敵基地への攻撃能力を持つべきではないという理論への反論はひとまず置いておき、物理的な対応策について単純に考察してみたい。まずイージス・アショアが実現を目指していたのは、北朝鮮から発射される弾道ミサイルから日本の国土を防衛することだったが、仮に配備されても全てを迎撃することは厳しかったと思われる。これはまずイージス・アショアやイージス艦が備える迎撃ミサイルの数を超えた飽和攻撃を北朝鮮が仕掛けてきた場合には、物理的に対応できる数が限られてしまうと考えられるからだ。そして、2点目は、現状のイージス・アショアやイージス艦が備える
迎撃ミサイルでは、撃墜が難しい軌道で飛来する新型のミサイルがすでに開発されてきており、その対応策は現状存在していないからだ。これら2つの課題、飽和攻撃と迎撃不能な軌道のミサイルに対して、だから、すべて今の軍備が無力かといえば、決してそうではなく、100%。迎撃できずとも、その何割かでも対応できることの積み重ねが重要だろう。こうした課題に対して、一つの兵器で、全てに対応させようと欲張るのは、結果的にどちらに対しても中途半端なものとなる恐れがあるため、ある面割り切って対処する必要があるだろう。そう考えると、従来の北朝鮮のミサイルに関してはイージス艦による迎撃体制を保持しつつ、新型の迎撃ミサイルに非対応の艦艇の改修や搭載するミサイル数を増加させ、必要なら増積を行うべきだ。そして現時点では迎撃不可能な軌道のミサイルに関しては、到底日本独自では開発不可能であろうことから、現実的にはアメリカとの共同開発などで新たな兵器を模索するしかないだろう。北朝鮮のミサイルだけでなく、アメリカも脅威だと感じているのは、中国が配備する中長距離ミサイルであることは明白なので、この分野での協業は、ぜひとも政治的に実現させるべきだと思える。それでも、この分野の中国のミサイルは、アメリカが旧ソ連、ロシアとの軍縮条約の対象とし、かなり後塵を拝していることは否めないため、すぐに代替機の配備には至らない可能性が大きい。そこで冒頭にも出てきた敵基地への攻撃能力を日本も整備することは避けて通れないのではないかと思え、敵ミサイルを迎撃できないならば、やはりこちらも同様の攻撃能力を保持して均衡を図るべきだろう。こうした考え方は、敵ミサイルの迎撃ではなく、それが不可能ならこちらも同様な攻撃が可能だと相手に示して、攻撃そのものを思いとどまらせようとするものだが、核兵器保有の抑止力に近い考え方かもしれない。この敵基地への攻撃能力としては、地上配備ミサイル、戦闘爆撃機、戦略型潜水艦などいくつかの手法が考えられるが、そのどれもがこれまで日本が保有を自制していたもので、いずれも実現は容易ではないだろう。この中では戦闘爆撃機による長射程の対地攻撃用ミサイルの装備が最もハードルは低いのではないかと思えるので、 F-35 ライトニングにもしくはこれからの F3 などのステルス戦闘機用での実用化に期待したい。